こんにちは、黒田和です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は心理学講座ということですね。ギブのパワーということですね。ギブっていうのは何かっていうと、相手に対して見返りを求めずに何かを与え続ける。これはもうどんなですね、実用書とかでも、もうビジネス書でも必ず書いてあることで、まず相手から何かもらおうとするんではなくて、こっちからあげると回り回って帰ってくるよということですね。要は何かをあげるときに、その人から直接何かを もらおうと思って言見返りを期待してやることはこれはあんまり効果ないんですけど関係なくとりあえずギブをし続けることによって回り回って返ってくるってことですね、えー、情けは人のためならずっていうことですね情けをかけるとその人のためにならないからやっちゃダメだよっていう意味だと思ってたんですが、えー、本当の意味は情けは人のためではなくて自分のためにやる結局その人から直接返ってくるんじゃなくて回り回って帰ってくるんだよということですねあのー まあ、ギバーズゲインという英語の言葉があるんですが、要はギバーし、ギブする人っていうのはやっぱりこう、だんだんゲイン増えていくということなんですね。仏教の教えでも三尺三寸の橋っていうのがありましてですね、お橋ですね。これは何かというとですね、まあ、ある人がその天国と地獄を見学ができるということになりまして、で、こう見学させてもらった。そしたら地獄に行くとですね、えー、さぞかしこう、なんていうの、ひどい状況で、なんか、 ものすごい汚い感じなのかなと思っていたらお昼の準備をしてたらもう豪華絢爛な食事が並んでるわけですよあれ地獄ってこんなにあのすごい食事が並んで全然地獄っぽくないなと思ってたら食事が始まるわけですねでみんな結局ガリガリに痩せてるんですよこんなに食べ物があるの何でだろうと思ったらまずですね自分のお箸をですね長いお箸が用意されててその三尺三寸の箸が。 そしたら何をするかというとみんな結局自分で食べようと思うんだけど長すぎて食べれないとでその、もう苦しんで苦しんでどうしてるかって人のもん取ろうとして喧嘩になったりとかして結局ちょっと食べたはいいけどすぐにこうなんか殴られたりとかそういうことでもう全然こう本当に地獄映像を見るようでなんかこう奪い合いとか橋、えー、で人を突いたりとかする人も出てきたりとかですねイライラしてる人たちばっかりのこうわこれが地獄っていうのは怖いなと思って。 天国の見学に連れて行かれてかるわけですねそしたら何,か何が起こったかというと全く同じ食事が用意されてるわけですよ。で同じお箸が用意されていてで天国ではどうしてるかとみんなが「えー、何食べます?」って向かいの人にニコニコして聞いてでそれをつまんでその人に食べさせてあげるどうですか?」って「おいしいです」って言ったあなた何食べたいですか?」ってっもう向こうの人がこっちに来たりこっちのこっちがこっちに来たりもうみんなでこうものを食べさせ合いながらみんなお腹いっぱい食べたっていう。要は 状況は一緒だけどそこを地獄って感じる人と状況は同じだけどそこを天国って感じる人で地獄に行く人っていうのは地獄の人で集まるわけですよ天国に行く人っていうのは天国の人で集まるわけなんですねで、えー、ギブできることっていうのはですね皆さんだから今話をしたらじゃあギブできることなんかギブするってお金使うなって思うかもしれないですけどお金使うものってあんまりギブにならないんですね実はね、えー、むしろ無料のものばっかりが、えー、例えばですね笑顔で挨拶をするとかね これですよ。でゴミをひもろったりとかですね倒れてる自転車をこうグッと立ち上げてあげたりとかまあこうこけた人のおなんか物を拾ってあげたりとかそういったことなんですよで道に迷ってる人がこう「あどうしたんだて大丈夫?」とか言って「あこれはここですよ」とか教えてあげるとか、まあ、困ってる人ととにかく助けてあげるそれも別にその何かこう見返りを求めてやるんではないっていうことがすごい大事なんですねじゃあ一つずつちょっと解説していきます笑顔でで挨拶っていうことですが、 これまで僕も毎日あの犬の散歩してるんで毎日実践してるんですけど、まあ、全然知らない人にね笑顔でおはようございますって挨拶するっていうことですねでこれは、えー、基本的に相手にわかる声の音量で笑顔で目を見てやらないと基本的に返してくれないですえー、こんにちはとか言って,てあおはようございますとか言っても逆に向こうは自分に言われたことかどうかわからないんで,でそれで返してくれなかったからって不快になるとまあやってても意味がなくなっちゃうんでで こんだけ揃ってても返さない人もいます。その仕方がないです。特に都会は多いです。僕はあのツアーいっぱい行くから、ツアーに行くと朝,朝から散歩するんですね。で、田舎でなればあるほど向こうから挨拶してきますね。ああ、やられちゃったと思うんですねで。挨拶されて返すっていうのは、これは挨拶ではなくてお返事なんで、えー、これは挨拶にカウントしないですね。僕はね。だから、おはようございますって言われたらおはようございますっていうの。 皆さん挨拶しましたかっていうのは挨拶しました。言われて挨拶してる。そうじゃなくて、自分から笑顔ではっきりした声で相手の目を見て挨拶するっていうのが、これがギブの一個ですね。例えば会計の後にありがとうとかねあの、コンビニとか、あと僕ご飯食べた後とかは、あ、どうもありがとうって必ず言うようにしてるんですけど、そういう時も相手の目を見てニコッと笑って、ありがとうねって言って、お疲れ様とか一言言ってあげるわけですね。 言われた本人はですね、まあもちろんその、そういうこと言われ慣れてない人は、なんだろうこの人って思ってちょっと引く人もいるんですが、ただ、絶対にその人って、こう、それを積み重ねていくと、あ、自分が認められたんだと思って、ちょっと嬉しい気分になってるはずなんですね。でまあ、それは、それをするかどうかそこは共用できないので、こっちが勝手にやり続けるしかないんですが、だから挨拶したから、してくれないから、 イイライラすするとダメなんですよ自分しか帰れないからね結局はあの人を変えるのは大変だから自分を変えれば良い,いわけですあやり方下手だったのかなとかちょっとなんかいろいろつらいことあったのかなとか思ってあげるしかないですね人が見ててそれをこう返してくれてそういうもんじゃないんですよで僕はこの得の貯金箱っていうのは必ずどっかにあってそれを1個やることにチャリンチャリンチャリンとお金がたまっていくと思うんですよで人ってこうなんか説得力のある人同じこと言ってるのにこの人すごい説得力あるなっていう人と 同じこと言ってるのに全然説得力ないなんていう、これ得の量だと僕は思ってるんですね。だから人が言うことを聞いてくれるっていうのはこのパワーなんですよ。だから普段から得を貯金してる人っていうのは、相手がパッて言っても、あ聞いてあげようと思うけど、そういうオーラが出てない人っていうのは、パッて言ってもなんかうさくさいなと思ったりとか、ああ、この人なんか理論ばっかり喋ってるなって思いがちになられるわけですね。だから僕はこう、常日頃からこういう貯金をしてるつもりではありますね。たまに散在しちゃうんですけど、 でゴミを拾うっていうのは僕はすごくよく実践しててまあうちあの犬の散歩してるのでまあ要は、えー、犬の落とし物をこう拾ってる時についでに拾っちゃうわけですよで、えー、これをやってるとすごく気をつけなきゃいけないことは僕がこうやって拾ってるところでタバコをポイ捨てすると人に対してイラッとする可能性があるんですこれ僕最初の星そうだったんですね心理学の先生に聞いた時はこれは課題の分離でしょっていう あなたがそれやってることで得の貯金がたまっていくわけだし彼は得の貯金を捨てているわけだえ、かわいそうだなと思って見てあげればいいわけだからこれを拾ってこれを何とか何とかっていうのはこれはうんやってもいいけどそれをやるのはその人の人生を受けようぐらいの気持ちでやらないとあんた間違ってるって押し付けはこれは基本的にはあんまり意味がないそれよりは自分がこう一生懸命拾ってこれは別に綺麗になる、ま、間違い綺麗になるし得の貯金だと思ってやればいいわけですね だから直接の見返りを求めるようなやり方はダメだっていうことですね。とはいえ、じゃあ、俺だけゴミ拾ってってやば思う気持ちって絶対あるじゃないですか。ここはね、リフレームですよ。発想のチェンジなんですよ。で僕は、ゴミを拾うときに、タバコを拾うときは、男の人かなこのタバコはなみたいな。これは、上司のことを愚痴思いながら、え、俺だって辛いんだよとか思いながら捨てたのかなと思うと、ポイって拾って。 お女の人だったらこう,こうねこうパッと見たらなんかすっかり美人な女の人がハイヒール履いてるね足の綺麗な人がね、まあ、田舎の公園その人にそんな人いないとは思うんですけどそういう人がこうポイって捨ててなんか「あ今日もなんか一日頑張らなきゃ」って思って捨てたら「お疲れさん」って思って拾うわけですね。 まあ、新卒の社会人でですね彼女との初めてのデートが公演でですねそこに来て彼女のことをドキドキしながら待っててこうイライラしながらこうタバコを吸ってるで捨ててでパッて彼女が来た時に待ったって言ったら「いや今来たとこ」って言ってるんだろうなと思いながら拾うとこう物語が出てもう楽しくなってくるわけですよ。でこうキャンディーの殻が捨ててあったりとかするとですね2つ捨ててあったら「あこのイチゴのやつは多分ねヒラヒラのスカート履いた小学校2年生ぐらいの女の子かな」 短髪で、えー、ね可愛らしい女の子をですね、黄色の服のですね、えー、ズボン履いた活発な女の子がちょっと自分の健康のためにシーシーレモン舐めてるんじゃないかなとか思いながら拾うと、なんかこう、日本って幸せだなとか思いながら拾って、なんかイしッと思うわけですよ。で一時期それやりだすと楽しくてですね、あんまり拾いすぎるとこう家のゴミが大きくなってちょっと怒られたんで、あのー、3つまでにします。 だから僕からすると公園ううは宝の山なんですけど、三つだけ拾わせていただくて、どれ拾おうかなみたいな感じで思って拾うと。そうすると見返り求めないじゃないですか。でも工夫ですよね。で、こういうことをやってると、徳の貯金がどん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 溜まってきて、なんか雰囲気であるねって言われたりすると僕は思ってるんですが。で、困ってる人を助けですね。道を譲るとか、車で道を譲るとか。 え席を、まあ、電車で席を譲ってあげるとか、えー、道に迷ってる人を助けてあげるとか、えー、おばあちゃんがおきい荷物持ってたら荷物ちょっと持って、あの信号だけ渡ってあげるとか、こういうことですね。これ、誰かが見てるからではなくてやるってことですね。僕が大好きな中谷昭弘さんは、まあ、いつもそのこう荷物を拾ってあげるときは、陰ですごい自分のタイプの美人で、えー、こうミニスカートの女の人がこう見てて、あ中谷さん素敵って思ってるんだろうなと思いながら、大人な対応するんだよっていう話をしてましたが、まさにもう僕 僕と同じ発想だと思うんですけど、僕はいつも彼の考え方に助けられてます。逆にですね、やってはいけないことって、まあ、愚痴を言う。これも僕も言っちゃうと、これ貯金ちょい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 使っちゃうんですけど、愚痴要油。人の悪口を言う。ね、これ1回ごとに貯金がこう、ポンポンって。普段からゴミ拾ってない人からすると、いつもゼロですよ。じゃなくて、やっぱ常に貯めてる人がポンってやって、他人の迷惑かけたときに、パショチョルンチョんンチョルンって使っちゃうわけですね。 あとですね、ネット上ですね、公開で批判するとかですね、あのバットマークですね。このバットマークっていうのはですね、僕いらんと思うんですよ、あの機能ね。で、僕絶対押さないんですけど、あの、基本的にどんな、あの、うーん、と思うようなやつでも必ず押さないようにするんですね。でもそれを、こう別に見なきゃいいだけの話なんで、あの、 これを押す必要は僕はないと思ってるんですね。で、本当にその人のためを思うんだったら、僕何回もあるんですけど、メールでいただくと直接ね、で、いつも楽しく拝見していますと。このご説明について、僕はあの専門家でやってるんですけど、少し、えー、多分事実と違うことがありますけど、えー、一度良ければご確認くださいって言って参考資料まで付けてくれてですね、こっそり俺と教えてくれるわけですよ。 あこれ感動しますよね、これはね。やっぱりそれ、まあ普段から僕は得を貯めてるからそうしてくれたのかなって思ったりするんですけど、本当にね、そういうことなんですよ。だから、バットマークを押すぐらいだったら、ちゃんと本当に直接メールしてあげたりとかした方が絶対いいと思うんですね。で、このバットマークを押すと、その、グッドマークを押してる人が、このバットマークを1個見るごとに、 不快なな気分になるわけですよってことは、そのネット上にこれを自分がピッて押すことによって、それを1個押しとくと、毎日毎日貯金の散財をしてるわけですよ。ね。こう、1回だけじゃないですよこ。その人がそれをやったことで見ることによって、ずーっと貯金の散財をずーっとし続けるわけですよ。せっかく貯めたものがど,どんどんなくなっていくと思ってるんで。だから僕は、あの、ネット上にその、 まああんまり自分が好ましくないなと思う書き方をされたら僕基本的に絶対答えないんですね。あの、昔は答えてたんですけど、こ,こういう人って多分ね、あのー、三尺三図の橋のお箸の話の地獄にいる人なんで、あの、こっちが良かれと思って言ったことをまた悪く捉えたりとか、まあ基本的にその、ええー、要は自分は注目されてたいだけだの話なんで、要は非難して相手が言い返してきたら、 言い返してきたら、それはいいことであっても悪いことであっても、彼らからすると、それは美味しい料理なわけですよ。だからそうすると、こう、ガーってつついてくるというか、かそれでやると、絶対に炎上するだけなんで、で、負の炎上して、こう、集まってくる人っていうのは、まあ、自分にとってプラスになる人ではないと僕は思ってるんで、基本的には悪い書き方をされたら、えー、コメントいただいたことは、えー、僕は別に削除する必要はないと思ってまして、それはあの、 愛情の裏返しは、えー、無関心なんで憎悪ですよね憎悪とかそのあれ憎しみとか要はそのこれを押すってことはうんって思ったわけですよってことは愛情の裏返し自分がやりたいと思っていることを先にやられたとかそういうこう、まあ、いわゆる嫉妬だと思ってるんでそういう嫉妬してくれるってことは僕に対して何らかのあれがあると思うんですがそこに対して悪の炎上する必要は僕はないと思ってるんで、えー、消さないでおこうと思ってますでもそれは僕の考え方ですけどね ちょっと変わってるね、僕は。あの、それが正しい。この全部今日の徳の貯金とかのお話も全部別に僕は変わった人なんで、皆さんに実践しなさいって言ってるわけではないんですよ。僕はこうやって考えてますよ。そして心理学でもこうやってこういうことはよく言われるんですよっていうことですね。理論的ではないですね、非常にね、これは。 あと、あなたのためを思ってっていう思考はですね、僕もマコナリ社長大好きなもんですから、マコナリ社長の、えー、ビデオで元気づけられましたけど、あなたのためを思ってっていう人っていうのは基本的に1ミリもあなたのためのことを思ってないっていうんですね。確かにそうですね。本当に相手のことを思ったら共感とか理解とっていうのが出るんですけど、共感も理解もしないよ。俺は正しいから、俺の言う通りにしろっていうことなんで、1ミリも相手のことは考えてないってことなんで、 えー、こういう考え方こういう言葉が出たっていうことは,これは自分の考え方は要注意だっていうことでいつつも僕は気をつけてることです。何かねよく言うじゃないですかこう、いいことがたくさんあると悪いことがその同じだけ起こるっていうんですけどいやそうじゃないんですね結局その得をこう貯金をしてると絶対いいこともあるしで悪いことっていうのはちゃんと。 この人の試練でちゃんと与えられてるものなんでこのこれがバランスがちょうどこっちがすごくいいことがあったらこっちが悪いことがあるっていうわけじゃないですねじゃあお金持ち全員すごい大福かってお金持ちってものすごい幸せな人いるわけでしょっていうことはえっ、ー、といいことって連鎖していくんでいいことが起こったら起こったでどん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 こっからいいこといっぱい起こるんじゃないかなって思うわけですよそこで不安になる人っていうのはやっぱりっ普段から得の貯金が足りてなかったりとか心が安定してないわけだって僕はいつも思ってます ということなので、えー、私なりの徳の、えー、ギバーズ原因、相手に対してギブをして自分の徳を貯めていく、えー、散財をしないという行動でした。とはいえ、とはいえ、僕もしょっちゅう散財してるし、徳の貯金もできない日もあるんです。ただ、考え方はこういう考え方をしてますよってことですから、これをしろって言ってることではないですから、ギブのパワーってことですね。僕はでもこのギブをしてたことによって、十分に、え原、ー、因したと、本当に思ってますんで、 このギブをやり始めてからやっぱり,っぱりこう原因の仕方がやっぱすごい変わってるのでこういうことは非常に僕は実践して自分なりにそれが本当にこれが原因かどうかっていうのは証明しようがないんで何とも言えないですけど僕にとっては非常にこの考え方っていうのは自分の人生に役に立ったことなので今回皆さんにお伝えしたという次第でございます。本日日は以上になりりりままままます最最後後ででご視聴ありがとうごごご視視聴聴ああががととううざざいいししたた今も 今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします 三大特典もついておりますのでぜひご検討くださいそれでは今日は最後までご視聴ありがとうございました黒田和之チャンネルでした